逆に言うとそれは菅内閣はできないと思ってるってこと。簡単にやれないと思ってます。いや簡単にやれないのは分かりますよ、はい、簡単にやれないのは分かるけどそれって政治の決断じゃないですか、はい、そうですそうです。だから政治の決断が簡単にできないと思ってるってことですね。そうですね、うん、菅さんはやれないと思ってるってことですよね。あのやれれば逆に言えば仕組みと一個一個守らなきゃいけない法律が各ジャンルにあるというのはそれは当然だと思っていて、それはこう障害というよりかはちゃんと守りましょうねっていうことだけだと思ってるんですが、こう総じて見たときにやっぱりこのオンラインで仕事をするだとかプラットフォームを通じて収入を得るってこと自体に対応してない法律ってやっぱりたくさんあるので、障害というよりかは整備されていないっていう部分がいくつかあるなというふうに思ってます。こう一番長い目で見たときに私なんかが思うのは、こういうプラットフォームを使って収入を得る人が中心的になってきたときに日本の所得税の仕組みって存続しうるのかなんていうふうには思っていて、というのは今ってやっぱり会社に所属してその人がちゃんとこう税金を取るっていう仕組みになってると思うんですけど、複数のこうプラットフォームを通じて収入を得るようになっていくと、やっぱり一人一人いくら稼いでいる、あるいはしかも稼げば稼ぐほど所得税って税率上がるじゃないですか。それをこう名寄せして徴収するっていうこと自体が非常に難しくなってくるので、こういう個々人が会社に所属するではなくてほとんどの人がこうフリーエージェント化していく世界っていうのが、やっぱりこう税金の面で今の日本の仕組みって成り立つのかなっていうのは非常に長い目で見て気にはなっていますね。それはどういう意味ですか。例えば我々プラットフォームってこう徴税能力があるわけではないので、確定申告してくださいねとしか言いようがない、うん、まあ、それ義務づければいいんじゃないですか、まあ、プラットフォーマーに。あの結局例えばそれも一つの手だと思うんですけど、まあ、だとするとこうマイナンバーをこう個人情報化してるって今のやり方ってちょっとすごくやりづらいので、これが個人情報ではないよという形で我々も徴収できたら名寄せデータを出せると思うんで、まあ、それも一つのあり方かなと思うんですけど、相当時間かかりますよね。でもいずれにせよ結構仕組みとしては難しいなと思ってますし、いやでもマイナンバーはだって健康保険とかと紐付けするんでしょ、やるって言ってるじゃないですか。やれればいいと思いますね。やるでしょ。いやなんか結局あのマイナンバーがっていうのはね、技術的にできないとか、技術的にはできるんですよ。政治家が踏み込むかですよ ね。今だって踏み込もうとしてるじゃないですか、うん、菅内閣、うん、逆に言うとそれは菅内閣はできないと思ってるってこと。簡単にやれないと思ってます。いや簡単にやれないのは分かりますよ、うん、簡単にやれないのは分かるけどそれって政治の決断じゃないですか、はい、そうですそうです。だから政治の決断が簡単にできないと思ってるってことですね。そうですね、うんうん、菅さんはやれないと思ってるってことですよね。あのやれれば逆に言えば仕組みとしては簡単にできると思ってます。やれないと思ってるってことですよね。まだ当面はないだろうな、無理だろうなっていうふうに諦めてるっていう感じですか、はい、諦めてるというか、なったらなったで我々としては便利なんで。でもそれ僕はちょっとそこに関してはできると思ってるんですけど、できるっていうかやると思う、むしろやってほしいとは思ってますてかやると思う。これがもう本当に紐付けられたらそこの税収のところも整備されていくと思いますね。もともとそうじゃないんですけどね、もともとそういう制度になってますけどね、そもそも確定申告の制度はあるわけですから、そもそも戦後の税制をシャープ勧告の時からそういうふうにしなさいよってなってるわけですから、青色申告をしましょうね、青色申告すると税率安くなりますよっていう、そういう制度までちゃんとできてるんで、それをただやればいいだけの話だと僕は思いますけど、単純にさっきおっしゃったそのプラットフォーマーもちゃんとそれを守るべきだし、みんなでやっていくってことですよね。というか守るべきというか、そういうふうな制度というか、そういうふうな仕組みを別に作ればいいんじゃないですか。アマネフォワードみたいなそういう個人の家計簿じゃないですけど、そういうものを作るサービスがあって、青色申告のサポートシステムなんかももともとあるじゃないですか、そういうところと連携して、あなたの年収はこれぐらいになりそうだから、じゃあ会社の年末調整とかと合わせて、これぐらい申告した方がいいんじゃないですか、この方が税率安くなりますよみたいな。僕は大抵の人税率安くなると思うんで、むしろ申告した方が、その会社が副業を認める流れっていうのはもう多分止めらんないんで、認める流れに当然なるわけですから、そうすると堂々と会社に僕はこういう副業やってますよって、合わせてこれぐらいの収入なんで確定申告しますと、そしたらこれぐらい安くなりますよね、大体安くなると思いますよ。どっちかっていうと個人事業主にした方が安くなると思いますけどね。南さんそのあたりはどうですか。あ、いやあのまさにあのおっしゃる通りだと思いますし、逆に言うとなんでマイナンバーをこう個人情報化してこう登録しにくくしちゃったんだと、アメリカの社会保障番号のようにしちゃう。左翼です。朝日新聞です。ずっと前からやってて、岸内閣ぐらいの頃からやってるんですよ。ソーシャルセキュリティナンバーの議論なんて、もう何十年も前からやってて、国民総背番号制に反対するとかって。最後の最後でなんかもったいないことになってる。当時の民主党かなというふうには思ってるんですよ。いや、民主党より前ですね。もうだから社会党の時代です。社会党の。
社会党はもううわー言ってましたよ、なんだこんな国民に背番号全員つけんのか、いかにも悪いことみたいに言ってんだけど、俺子供の頃思ってました。これめっちゃ便利じゃん、何かやばいことあるんですかねって思ってましたけど、まあ、今思えば反対をしたいための反対なんだっていう、いつまでたってもあれやめないのがなぜか不思議でしょうがないんですけど、現金、いやだから現金で例えば飲食店とかで現金払いをすると、これ帳簿につけなかったら分かんないじゃん。確かに脱税なんだけどね、これは。でもこういうのやってる人も結構いたりとかして、もちろん地下経済にお金が流れるのはやっぱり現金があるからだし、まあもしかしたらね、賢い人はダークウェブとか使ってね、仮想通貨とかでなんかあのやってるのかもしれないですけど、ほとんどの人たちはね、割とこう現金で払うことによって地下経済にお金を流してたりとかするから、現金やめるって言うとグラグラグラって僕言われるんだけど、クソリクゼにまず脱税がなくなりますから、キャッシュレス化することによってごまかせなくなるから、例えば飲食店の決済とかって全部取引記録残るんで、それ完全にそのキャッシュレスが完全に進まないっていうのはサービスの技術とかじゃなくて、反対してる、それ受け入れない人が一定数残ってるからってことですか。そうだから、キャッシュレスにしない理由とかをくどくど言うんだけど、例えばペイペイとかが始まって手数料もほぼゼロになっちゃってるわけじゃない、もう導入しない理由ない。でもそれでも反対してる人ってもう完全になんか悪いことやってるんでしょ。ちなみに土井さんはそのマイナンバーについての印象ってどういう印象ですか。活用してどういうメリットがあるのかとか、じゃあどういうふうに運用すればいいのか、自分が使っていけば自分たちにとってプラスになるのかってことを分かりやすく、あんまり理解してないっていうのが実際の気持ちで、そこがもっと分かりやすく、まあ民間のサービスなりで整えられていけば、もっとすんなり若い世代もわーって広げられていくのかなって。結局行動するとき自分にメリットがあるかどうか分からないと実際に動かないかなって思うので、利便性が上がらない大きな理由はシステムなんですよ、はい、システムの作り方です。デジタル庁とかって言って変わりそうな雰囲気が醸し出されてますが、多分変わらないんですよ、そこは。もう単純に時間かかるだろうなというふうには思ってますし、まあ僕はもう政治とかのこう専門ではないんで分かんないですけども、まあ最初の質問に戻ってしまうと、やっぱりこの時代になっていくのが明らかな中で、そこが遅れてしまうと社会的に結構いろいろこう負が生まれるなというふうには思っているので、まあどっちに転ぶにせよ政府にやっぱり早く強い意思決定をしてほしいなと思いますね、意思決定者がそこに強くないと多分ダメで、一見河野さんとか強そうに見えるんだけど、河野さんで強く見えるんだって感じなんですよ。でもやっぱトップが変わると変わるんですよ、会社って、でっかい会社とかでも、ヤフージャパンとか変わったもん、僕と同い年ぐらいの人が社長になってやっと目線合ってきたなみたいな、ヤフージャパンですら。本日いかがだったでしょうか。まあ思わぬ政治の話になってしまったので、もう巨頓としてしまったのも。本当、フリートークなんていろんな話。